筋からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。大公約数的なところで決まったような感じがします。岸田さん、なんと初代の内閣府特命担当大臣、宇宙担当だったんですね。なのでですね、少しは宇宙に関してですね、他の首相よりも、これまでの首相よりもですね、もしかしたら詳しいかもしれないということで、まあその辺はちょっぴり、期待したいなと思いつつですね、岸田さんを顔にして自民党はですね、やはりですね、国民的な知名度は岸田さん非常に弱い、です。党内では、まあ要は岸田さんというのはですね、誰の言うことも聞くと、いうふうに言われております。なのでですね、割とその自民党の有力者の方々、ね、麻生さんとかですね、安倍さん、そういった方々、の、まあ、意のままに操りやすいということで、おそらく首相になったんだと思いますけれども、まあ、そういう意味でですね、良くも悪くも、昔ながらの自民党政治になると。まあ、変わらないところは、変わってほしいなっていうところは変わらないところもあるんだけれども、じゃあ民主党政権みたいにとんでもないことにはならないということでですね。まあ非常に最大公約数的なところで決まったような感じがします。